ヨナス・オルソンは、スウェーデン・ランズクルーナ出身の元同国代表のサッカー選手。ランズクルーナに生まれたオルソンは、2003年に、ランズクルーナ部はで、プロキャリアを始めて、以降 CB、または、左 SB としてプレーし、屈強なディフェンダーとして知られ、また同胞をロフ・メルベリの影響を受けている。それから2年後に、オランダの NEC ナイメヘンへ、 移籍金75万ユーロで売却されると、それまで特に2004年は最も警告を与えられるほど、フィジカルを全面に出すプレーで知られていたが、NEC 内目変化入以降はなりを潜め、さらに、マンマークの技術を向上させ、ペーテルビスヘルホフとコンビを組地位を確立していった。2007から08シーズン中は、入滑するユナイテッド、ミドルズブラ、 エバートンなどイングランドの複数クラブから関心を寄せられながらも最終節までクラブに止まり3得点を挙げた。シーズン終了後の2008年8月22日にウエストブロムウィッチアルビオニへの移籍の噂が立ち8月29日に同クラブへ移籍金80万ポンドに加え成績により36万ポンドが追加される契約で加入した。 2008年9月13日のミドルズブラ戦に先発初出場すると初得点を挙げ勝利に貢献。さらに FA カップのピーターバラユナイテッド戦とサンダーランド戦でも得点を挙げ、移籍1年目は公式戦で3得点を記録した。2009年9月15日のドンカスター・ローバーズ戦で2得点を挙げ、それから30日後に契約を2013年までに延長した。 2010年10月23日のフラムに勝利後にアキレス腱を負傷したことで6週間離脱を余儀なくされ2011年1月23日のブラックバンドオーバーズ戦でガブリエル・タマシュとコンビを組先発フル出場の形で復帰した2011から12シーズンは自由遺跡で加入したガレス・マコーリーと素晴らしいコンビを組 ここ30年で最高となる10位でのシーズン終了に貢献し、オルソン自身は公式戦、出場34試合中全試合に先発出場を果たした。2012年10月6日には契約を2016年までの4年延長した。2017年3月、ユールゴーデン・イフに3年契約で移籍した。U-21 代表でレギュラーを務め、 19試合1得点を記録。2010年2月にエリック・ハムレン新ン監督の下で、ウェールズとの親善試合へ向け、A 代表に初招集された。同年5月のボスニア・ヘルツェゴビナ、ベラルーシとの親善試合に向け再招集され、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦で出番はなかったものの、ベラルーシ戦でスタメン出場し1から0で代表初出場を勝利で飾った。 ホメルーン監督のもとで定期的に招集されるもベンチで多くの時間を過ごしていたが2012年5月15日に29歳のオルソンは同じプレミアリーグの舞台でプレーするブラックバーンのマーティン・オルソン、サンダーランドのセバスティアンダーションと共に UEFA、ユーロ2012へ向けた23人のメンバーに選出され背番号13番が与えられた。 スウェーデンのケーブルテレビビアサットは、プレミアリーグ2010から2011の放映権を取得した際に新たに数名の司会とジャーナリストを雇うことになり、そこでプレミアリーグでプレーするオルソンはビアサットと契約を結び、衛星通信と電話を介して、選手の視点から試合情報を届け、また自身が所属するウエスト・ブラムウィッチ・アルビオンを宣伝するチャンスを得た。 2012年4月15日には BBG のモッド2にゲスト解説として出演した。サッカーをしていない時のオールソンはギター演奏を趣味に持ち、ボブ・ディラン、ニルバーナ、ローリング・ストーンズ、オアシス、ベイビー・シャンブルズ、ザ・フーを好きなアーティストに挙げている。サッカー選手を引退後は弁護士の資格を取得し人権の分野で活動する思いを明かした。また、 すでに母国で法学部の授業を受けている。ありがとうございます。